描いたんで、銭湯とかどうですか。昭和レトロ。ちょっと女湯入ってこないでくださいね。やばいよこれは。着替えましたよ。脳殺処。じゃあね、ちょっと汗かいたし、汗流してきますわ。すごいお風呂。見ます。やば。うわ、すごい。本当昭和レトロ。真夏に入るお風呂だから暑っと思ったけど、出てきた瞬間がマジで快適。クーラーついてるみたい今。気持ちよかった。やば、ちょっと着替えます。それいたします。暑い。うわ、どれにしよう。やっぱあれだよ、これもいいし、これもいいし、やっぱ風呂上がりこれでしょ。
ね。あーここいい。縁側みたいな気持ち。体重5年ぐらい上がってないですよ。いや、失礼いたします。ドルル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 。維持されてましたね。ありがとうございます。誰が喜ぶんですかこの情報。プロ意識高いということで。絶対思ってないでしょ。絶対思ってないでしょ。公開処刑よこれね。後でビールおごってもらうんだから。分かりました。暑いね。マジで喉もすっきりさせたい。飲みたいね。これは飲みたいよ。暑いんだもん。絶対美味しいよ。なんか飲んだら暑い。もうさ、汗だくになった時のキンキンに冷えた。ビールとかそういうことで、これだ、これだ。たまらないですね。ほら、これもいいじゃないですか。ほら、いいですか。いいよ。はい、どうぞ。はい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 。はい、どうぞ。ここで飲んでいい？それがいいですね。それが生ビールの美味しいところです。これがいい。ちょいいね。なんか
思ってた格打ちとちょっと違った。ちょっとおしゃれじゃないですかね。これ見てる皆さん、夏って休みあったら何してるんですか何します夏って。いやだってさ、子供は分かるよ、夏休みってやるからね。社会で働く我々はそんな別に長い夏休みなわけじゃないじゃん。本当に週1とかでさ休みできるじゃん。何すんの教えて、おばさんに教えて。だって私休みあったら普通に家いたいですもん、暑いからこのね、この何も生まれない休み家で、違う、家で朝ゆっくり起きて、あっちって言いながら起きて、朝ごはんを食べて、だらっとして、たまった録画見て、まただらっとして洗濯して、それでも昼でしょ、昼ごはん食べて、今度映画見て、で夕方ぐらいから早めのビールとおつまみ終了いや私、ね、好きな映画がジュラシックパーク、バイオハザード、あとは、まあ、日本のちょっと恋愛ものの、大人の恋愛ものの映画系どれやねんって。例えば、例えば、ちょっとね、なんだろうな、ごめん、大人じゃなかったわ普通になんか学生青春映画っぽいやつ、あー淡いね、あーキラキラしてるね、あー眩しいねみたいな恋愛ものの映画結構好きです。よくないですか、山崎賢人さんとか出てたわってなりますあとは普通にゾンビ系がマジで大好き、とにかくゾンビ系大好き。とりあえずゾンビ系だったら一回見て、あーこれいいわーっていうのと、あーちょっと大丈夫ですっていうのがちょっと分かれて、今はバイオハザードと、もう一個やっぱりね、王道のウォーキングデッドね。本当に普通になんかその今期の日本のドラマとかも大好きで、絶対必ず何か見るんですけど、今はオールドルーキーとか、わかります、うん、日曜劇場、そう、どっか、うん、そう、日曜劇場好きなんですよ毎回泣く。何あれ、陸王とか見てました、見てました、泣くよ。あ、それも山崎賢人出てた好きなのか、山崎賢人が見たいじゃない、山崎賢人ファンじゃない、そうかもしれん、キングダムも好きだし、うん、やべ、来ました、嬉しい、なんか遅摘みの怖い、わあ、いい香り幸せ。みんなってどういうとこで飲むのが好きなんだろう。いろいろありますよね。一人で しっぽりなんか居酒屋がいいとかさ、バーがいいとか、逆に外で一人で海眺めながら飲みたいみたいな人もいますしさ、みんなそれぞれよね。でアラムさんどういう感じ。外でなんかいい大自然の景色を見ながらビールを飲むっていうのが一番最高のスタイルじゃないですか。なんかね、占い師に言われたんですよ、あなたは大自然が好きなのねって言われて、でも大自然に行って大自然を見て、はぁーってなるのが私の運気が上がる一つの方法なんですって。あーもう最高。なんかもう最初あっちいいなと思ったけど、ペット見て、ウサギ見て、金魚見て、フェレット見て、めっちゃ可愛かったですよね。
風呂入ってめっちゃ最高じゃない。ちょっと待って夏休み満喫してんじゃんっていう。最後はお酒でさ締めてさ、最高だよね。まだまだ、だって時間あるよ今日一日。お酒この後また飲んでさ、今映画探してるの。何見よう。ジョーズとかよくない？ジョーズ好きなんだよね。まあ最高。はあいいね。夏休み満喫。ありがとうございます。皆さんもいい夏休み過ごしてくださいね。じゃあ、うん、飲みよう。卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って